女法寺は福島県郡山市に所在する新言州と与山派の寺院。3号は高岳山。郡山の有力者、虎丸長者が都に上り、平城天皇より馬頭観音像を賜って、卑怯、大道2年に観音堂を建立して、佐笹根商人を招いて海岸供養を行ったのが始まりと伝えられる。境内には数多くの古墳があり、 鎌倉時代の国名のある石像かさ唐馬と遺体市唐馬は国の重要文化財に指定されている。また、明治時代に住職を務めた鈴木信教は、子女の養育や学校教育、地域の開発などに尽力した瞑想として知られ、境内にある墓は福島県指定史跡に指定されている。7日同参りの行列1月6日から7日にかけて夜通し行われる。 馬頭ンゼオンの祭り。馬が駆けるように早く、願い事が叶う、と言われ、毎年約10万人の人手で賑わう。また、境内やその周辺には服を呼ぶだるまや、マサル、団子刺し、宝船、吊るしひななどの縁起物を扱う露店など、約100軒が立ち並ぶ。毎年2月3日に行われる。400万字もの大繁若行が書かれた折り本が、 アコーディオンのようにして読み上げられる。大繁や行天読などが行われるほか、昼と夜の2回、太鼓の音とともに、ちご衣装姿の演児や噛みしも姿の来品、年男、年女たちによって、豆や、みかんなどの縁起物が巻かれ、その年の服を求める人々で賑わう。江戸時代に、日本松藩をもだった庭師との縁から、豆巻きの際に、鬼は、外と言わない習わしがある。 石像かさ頭葉上限2年目、遺体市頭場検事2年目重要文化財、重要美術品登録有形文化財、福島県指定史跡、郡山市指定重要有形文化財7日働参りに、関するカテゴリー。ありがとうございます。